さあ最後の年、最後だよね、最後です、最後だよ。だからもうなんか超乗っ取りとかうまいこと使っていかなきゃ、ね、まずいね、うん、テレポート、テレポート、俺とこいよ、ね、やだまずやだ俺とこいよ、絶対にやだ、こいよ俺とこやだよ、待ってから、うんこまだ消えてないの、うんこ消えない、あ消えてない、うんこはまだ消えてない、まずこの借金を返してゼロで終わろかなもう適当に直球とか振るか出ねえな数字、What?宮島買えるんじゃない、宮島買えるわ、独占できるわ、俺もどっか物件行って、物件買いてえな、無理だよ、あ、俺、あ、省エネ、省エネ、省エネが痛いよね、やっぱ省エネサイコロだな、半年ぐらい、あ、今省エネサイコロか、そう、ダイダラが、ね、でもスペシャル持ってるから、うまいことゴールできるよ、おやらないかな、おやってくれないかな、おやらないかな、キングボンビ2回とも俺だからね、正直をやってほしいな、もう1ボンビーぐらい来てほしいな、もう1ボンビー、いやもう来ないよ、いや来るよ、なんだかんだって俺貧乏神に興味いいから全然おやってくんないからさ、おやらないね全然、うん、すごいありがたい、そんな面白くないよ、うん、そうだよ、おやらないと面白くないよ、浅草とか埼玉買いたいな、こっち買おう、桃鉄の醍醐味時代があんまり引き立ててない、そうなんだよね、格好の表示行くから高いんですよ、それ、100% すごいな、もういらないんだよね、カードは、まあまあ、でも売る、まあ、特性例でいいんじゃない、考えたら、いや、特性お守り2個あるから、お守り1個、ああ、そっか、でも、何あれだよ、貧乏神の物件売り攻撃防げるよ、うん、大丈夫、お守りでかいね、お守りでかいよ、ありがたい、カードだなそのバツバツ笑うわ、なんだろうこれ、ダイヤモンドカード、ダイヤモンドカード、ブックバック、リトルデビル、リトルデビル、リトルデビル確定じゃねえかどうしようか、かわいそうキャッチャー、ほんとだよ、いやじゃあいいとこないよ今、ないよマジで、クラシキ独占できるよ、できるかな、できるできるよ、買っちゃう、うわでも俺抜かれたから今のでレオに、しかも10件目だし、あー本当だ、いいな、独占したいな、独占の喜びを知りやがって、許さん許さんぞ、いや超乗ってるよ、どっかに使えてんだよ、あ特急しようさ、いいなー、まあ、使うなら俺の物件だよな、そうだね、今レオとボズくんが1位2争いだからね今、うん、完全にどうすっか、チャンネルオーナーダメだね、ダメだね、チャンネルもらってダメになったのかな、チャンネルに全部ノーム使ったんじゃない、そうですね、それ使い切ってたね、うん、なかったから、チャンネルで運の全てを使い切った、そこ全部書いてじゃん、ね、どんな悪行積んだらそうなるのじゃあ、ね、かわいそうだね、なんかなんかね、悲劇、チャンネルで頑張るよ、頑張る、動画としてはこの上なんか美味しい、うん、そうだね、うん、ある意味引き立ててるよね、くそー、いらねんだよな、おや、いや、あ、カードいらないんだ、おや、いや、もう今物件買いたいの俺、お、うん、うわ、ふざけんなよー、ブリッ、うんち、よし、カードの政治が消えたですよね、そんな微妙すぎるやったぜ、てか俺省エネサイコロじゃないよね、2連続1なんだけど省エネサイコロ使ってないよね、あでも借金返済できたやん、よし、あと思ったら上げて落とすね、うわーやねそれ、はい、どっか物件を奪いたいな、そうだね、いや鶴橋自分だよ、自分なんだよ、自分の物件を奪っていくのか、超乗っ取りないよこの辺、ボズ君九州ばっかだもん、九州東北、うん、東北行ってえな、あんま行かないとこ人が、ヒヤゾいるよ、息してるよ、せいちゃんかわいそうなこと、かわいそうなことになってるけど息してるよ、せいちゃん頑張って応援してっから俺たち、辛いよー、かうんち残るな、うち長いよ、もう長いよ、うんち言えない、うんち何してくれてんの、長えよ、あれてんてん、これは独占すると織田信長さんが出てくる、そう織田信長出てくる、強いの、織田信長はね、ああもう気違いおかしい、どんな効果、え相手のカードを潰すし、しかもキングボンビーを、あボンビーをキングボンビーにしたり、あれあと空いてる物件持ってきてくれるのって織田信長で違ったっけ、まあ織田信長じゃない、そんな効果もあるんだ、すげえな、うん、
ちょっと冷やぞなのか代打なのかはっきりしてって。冷やぞだよ俺の声で言うなよえ、マジで変わんねえじゃん。もう俺オコだよ、オコだよ。え、なんで福引き使っとこうかな。そうやな、次のターンは福引き、次のターンも福引きでもええかもしれない。うんちだね、あれうんちなんか使えそうなんだよ、どっかでな。特性でいらない、いらないか。うんだ、借金なことないでしょ。はっ、あ、省エネ終わった。いいなぁ、いいなぁ。ケージ長かったね、なんか俺は結構短かった気する。長いんだよ、やっぱ友情破壊ゲームだわ。よし、もう黄色マス、もうカード止まりまくれ。最後にかけるね。いいの来ないかな、いいの来ないかな、ドーン、ダジャレか。あ、すごいな、なかなか引かんで、ダジャレは。で、これでダイダラが親、いや、やめてくれる。俺はダイダラも親らせたい。親、さすがに来なさすぎるんでしょ。あのさ、キングへとか欲しくない。キングへ、キングに、キングにか、キングにカード、キングにカード、ビックリマークカード、そう、キングにできる。そうなんの。そう、あ、エッグでもランダムなんだよね。おや、そうそうそう、ランダムだよ。成功するかもしれない、まあ変化を起こせるっていうだけ。へえ。でも今の状況だとなるんじゃねえの。ダイダラを道連れに俺道連れやめてくれよ。道連れにするね。あ、でもハリケーンじゃ、ハリケーンじゃ弱いから、やっぱキングボンビーでカードすっからかにされて。だってどうやっても俺負ける気しないんだけど。いや、まだうんち消えないの。消えない、福引き引いとこ。うん、てかもう8、7月か。お、これは4億2000万円。おいしいですね。いいなー、4億2000万。おやらねー、お守りカード。しかもお守りある。お守りだし。あ、消えちゃったな今カード、うん、すげえことになってんだ。まあでもあれやで、いい、まだ福引きあるからね。まあそうだね、もう一個。いいなー、ダジャロ。やめなさい。コッパミジンコガハ。ちょっと無理ありすぎやろ。うん、無理あるね。カード、ここだね。なくなってる。あ、うんこなくなってんじゃん。うんこなくなってるから俺次のターンで止まればいい。あ、でも用は出しやすいから俺ここに行くわ。それ言ってから用出てねえけど出し方わかる言ってたよね。ほい、ルビンキラー。あ、でもみんな金持ってないよ。みんなこれ使ったんだよな。ああ、俺教えて。マジか、みんなお金使っちゃったか。お金使っちゃったんだよ。まああえて使ってないのダイダラぐらいやな、まだな。ちょっと使ったよさっき今秋葉で福引き引いた。あ、まあ引いたけど。そうそうそう。お、レオレオ5億か。さ、ピアゾー社長、ね、さあ誰か。うーん、いや、まず、うんうん、まずゴールか。ゴール、おお、あれこれレオつくんじゃね。次の目的地どこだろうな。そろそろまずい気がするんだよな。よし、5億、見かねて福袋。福袋カード、ちょっとスターターパックでワンチャン盛るよ。渋谷とか来ないかな。渋谷、トトリ、トリー、トリー、ト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 リー。白紙金山は買わない。普通に買っちゃおうかな。白紙金山なんで前のせちゃう。なんかたまにね、すげえ金持ってくるよ。あ、そうなんだ。1年じゃ無理でしょ、大体。あんまり無理でしょ。ぶどう園、何年か経たないでね。ぶどう園がなんか政府の方からとか。農園も桃園も買っちゃっていいんちゃう。いや、あのね、2個買ってたらどっちか来るよ。そうだね、ああ、そうだね。どっちか来るよ。どっちか来てほしいな。ああ、ちょっとデビル、はい、これ17マスか。あ、近いね。あ、地域あるじゃん。ほんとだ。あざまみろ。なんてことしてくれるんだよ。なんてことしてくれるんだ。おや？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 うわあ！ダイダラ、ダイダラ近いよ。ダイダラ、ダイダラ。いや、俺遠いよ。俺向かいじゃん。ダイダラ近い。あ、でも意味もあるし。どうしようかな。なんかこっち来てもって感じ。慈悲はない。慈悲はない。慈悲はなかった。これ俺で安泰じゃ。あ、ダメだ。だって次俺か。来てないの。どう頑張っても来てへんやん、ダーバルには。宇都宮、ここでっか。あ、のぞみ周囲。あー、もったいないね。レオカードだったけど。俺のカードで。変えて。売りたかったな、のぞみ。高いよね、売り。売ったら高い、3億円ぐらい振りた。地方へ、でもレオがな。ここの方が安全な気すんだよね、なんか。そうね。安全だね。あ、もう安全だって俺、足ないし。なんか塞がれたら地方で飛んでればいいし。うん、そうだね。ぴったり防ぐためにうんちしてもよかったかもね。あー、あー、なるほど、うん、でも言うて俺足ないもんだって。
あ、そうか。平家が。平家足遅いからさ。レギュラー、あ、そうか。特急。特急、あ、いいね。足、足、足。延長。あ、ちいけ、あ、ちいけ来た。特急めっちゃ多いな。おぉ!2個?っていうかテレポートカードもあるのか、そういえば。行くよ、これ。新幹線カード、うん、テレポートカード。どっちでもいい。どっちでもいい。でもテレポート1枚持ってるから。3分の1。連打その間、5と1の間5たす1、うん、あしたダメだよ両方くれってこと特急特急いけるかな665うわ惜しい惜しいな4、5、6歳4、5わ微妙スペシャル持ってなかったっけ持ってないんだあと半年だねああこれだそうだねまずいかなこれは一気にゴールすればまだないけど、うん、今行くか多分大丈夫100倍100倍って100倍マイナスが100倍になって倍付けゴールつきたいなつきたいねいい時につきたいな、まあ、俺が行ってもあれだと思うんでうんちょっとここら辺で買い物したいなと思うんですけど物件、うん、なんか今あるあ、来場1万ありがとうあ、ありがとうございますあ、そんなに行ったのすごいねすごいありがとうさすがどうも俺チラ見した時なんかまだ3、4000とかやったけど、うん、1万行ったんだいつだよいつにチラ見したんだよだいぶあれも何時間やってるもう4時間4時間46分だってそう長いよ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 何分予約してたっけまだあるかな放送時間まだあるっしょ440分ってやってた6時間以上あるかうん、うん、一応360以上はあるけどねうん、ダイダラ社長 OK ですあとあと193分大丈夫まだまだ予約してる、ね、マックスでやろっかマックスでは何月でやろうえ何この10年が終わったらまた3年決戦そう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 いや終わんねーよ3年決戦よいやもうそれきついでしょ3年決戦の方がテンポ早いよ、ねまあ、テンポは早いよね、うんうん、それかもう1年決戦っていうのがあって、うん、もうとりあえず頑張ってもうゴールした人が勝ちみたいなのはあるで1年決戦でも盛り上がってあのボーナーマルスさんと4人でやってあそう意外に面白かったいかに青松に止まるかへえ そういうゲームそういうゲームね、うん、なかなか面白かったよめっちゃ熱いやん、うん、あーってなるから来い6いいねどうしようかな俺も勝ち筋がね難しいんだよね甲府の横に青松あるよそうだねそれはそうだねそうだねそうだねそりゃそうだねってなるわいいね、独占できるじゃん高田か高田さんえ今のところでいい今のところで多分いいと思うけど、うん、上行けないもんねここかないいな物件を買う喜びしやがってイエイ独占の喜びをうんこ消えた長かったね長かったなあっち行けあでも今使ったあれなんかもったいないのかそうなんでテレポートあ、でもこれお任せになるのかそうまあまあレオに行くことレオに行けばボズコイじゃねえ俺かーいあるであるであるでこれはあるであおやおやバコツ逃げるだけだから全然バコツあぶっ飛びシューいやいらないよまだ売れるなんか全然当たんないよねこれ今回みんな全然当たんないガチで2もう次振るか2、5ピッコ殺す気ないピコもうやだよピコ太郎ピコ太郎微妙な終わり方しそうこれ、ね、超微妙な終わり方全然親子ないよ11月かなんかね延長する変数でも余計になんか引き離されて終わる感じがするから第2ラウンドで3年決戦ぐらいの方がいいんじゃないのって思うんだけどあー、それもありだね、どうする延長、俺は喜んでですけど俺負けたくないもんな延長は喜んでですけど負けたくはないだってボンビーが来てないもんね神奈川でもダイダラは決定権あるんじゃない、うん、それは決定権あるよあ、マジでだって言うて3位じゃん、自分じゃみんなどう第2ラウンドするか延長するかだとどっちがいい、はい、でまあでも3時間するとなるとあのシフト的に僕らあれなんで時間外なんでおごりになっちゃいますけど何の話をしとるねそれでもよろしければ何言ってか分かんないそれも焼肉おごる延長やって延長第2延長第2ラウンド第2延長延長でも延長の方が優勢じゃないアンケすれば
案件する。 LINE でヒアゾンにチャンスがなさそうだからなって。え、LINE の方がむしろ、え、いや、全然LINEの方がひあれだよ。あるよ。あるあるある、当たり前だよ。特急カード親って、親って、あれ、ダイタラどこ行った、あれカードも、カードも明日か、エクスプレス行くか。いや、でも待って、こっちからだったらこうだよね、立山だよね、ピーナッツソフト。え、アンケート項目どうする、延長か、はい、まあ、これの年数を延長か3年決戦。そう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 、俺は3年決戦の方がええと思うけど、俺、うん、俺全然あれだからな、独走でしょ、だってハワイ1億、え、やばくね、いいの、いいね延長第2、焼肉ってあったで、焼肉って焼肉もあり、焼肉もありね、いいね、焼肉がいい、え、もう、でも明日仕事なんで全員が、そう、焼肉、ニンニク関係は多分ダメだった、大変ですね、ダメですね、犬だけにワンチャンスあげたいって、ワンちゃんだもんな、ワンちゃんだけに ね、 ああ、うまい、うまい、いらないけど、こっから巻き返せないっしょって。いや、わかんないよ、でもわかんない、桃鉄何あるか、俺ここで坊主丸儲けもらって手に入って、それで勝ちだもんね、正直全員が4月で決算迎えた後に、え、でもこれ何年目、10年目、10年目、10年目で終わりだよね、ああ、もし延長するならば、延長するならってこと、あ、そういうこと、はい、先生決まりました、な、3年決戦第2ラウンド、まあ、そうだよね、そうなるよね、よし、はい、まあ、3年決戦でいいと思うけどな、そうだね、まあ俺はどっちでもいい、だってどう考えたって俺最下位だもんちょっと絶望的だよ、そう、絶望をね、もう3年味わうんだったらね、3年決戦の方がいい良さあるよね、そうだね、いいな、みんないいな、しかもさ、もうみんな終わる前提でお金をさ使い切る方向に動いてるじゃん、そう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 、そうそうそう、で、ほら、売ったりとかもしてるし、いいなぁ、向こうではちょっと残しとかも、おーや、ボズくんが強いぞ、強いね、勝てないね、あ、無料で、財金無料だって、ありがとうございます、これ売りますまあでもそんないらんか、あれ、俺ついてんの、そうだよ、俺がつけたよ、あれ、え、これ俺じゃん、はい、1,2,3,4,5 鴨川だよね、シーワールド、鴨川シーワールド、え、そうなんの、え、鴨川シーパラダイスか、シーパラ、シーパラ、シーパラ、フリーホーラーとかだよね、確か高いやつが、ほい、はぁ、おぉ、すごい低いすごい低い、あ、すごい低いすごい低い、これで一等賞引いて500億いくわ、目つぶ、500億、え、一等当たんの、目つぶ、可能性はなきにしもある、みんなリアクションしてね、ああ出たね、あーえー音してんだよこっちはガハハブーって1いけ1つかない、何しとんねんつかないんだけど、どうすればいい、まあ、とりあえずここまた武将出るから気をつけてね、そうだね、うん、また出んの、安着はうんこだよね、そう、うんこ系のカードめっちゃ持ってくるね、うん、バキュームカードとか、うんこ武将、レオじゃん、うんこまで、うん、だからレオにぴったりうんこまでもう暴言やん、あ、シーパラダイスの八景島だ、鴨川シーワールドだ、そうだ、鴨川はシーワールド、シーパラダイスは八景島、なんか似たような名前いっぱいあるんだね、まあ、だって海系列だったらシーなんちゃらって行くやん、シーなんちゃらか、確かに、そう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 、記念戦にワイーナぴったりカード、多方面で活躍のうんこさん、うんこさんただの悪口じゃないじゃん、よく嫌われてるよ、し、あ、やっちゃったな、おやる、おやる、おや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 ろ、あー、そっち行く、あー、逆だ、そう、候補行った方が良かったかも、ダイヤモンドだ、ダイヤモンド、はい、ダイヤモンド、マジで売れる、売れる、黙れ黙れ、マジでか、1,2,3,4,4出せばいい、うるさー、いいの、逆転だ、2月3月だから次のターンかちゃんと出さないと、え、超羨ましい、うん、違う、俺ヒヤちゃんベビーキュラー持ってるの怖いね、あ、でもベビーキュラー分かんない、いや全然、まあまあランダムだからな、ランダムだし、ナイスだな、ワンチャンしかないよ、ナイスです、完全カードのナイスです、ナイスです、来い、ナイスです、ナイスです、ベビーキュラーまた2枚目使うタイミング難くて、もうあと、これ、ね、これちょっと ES とくね、俺が、いいえ、はい、よし、うんこ出ない、うんこ出ない、うんこ出ない、夏に売らないのは確かに、はい、でいいんじゃない、え、でももうこれで終わりやで、終わり、終わり、してんねん、ゴール、はい、何してんねん、ゴールしてんや、どうしよう、
もう半年ぐらいゴール入れてない半年ゴール入れてない半年遊んでんだよ。ベビキュラーを 売った方がいいんだよね。もうね、うん、全部売りましょう。僕も使うのではなく、うん、売った方が家をいい加減にしろ。持ってなさすぎやろ。入れないんだけどよし、かわいそうや。ダイダラ、これで売ればいい。4か4で3、4、5、4、5でいけんのか。6が4、6、4、6、4、6。頼む。おお、来た来た。夏に漬けもできるし、しかも最高じゃん。最高じゃん。おやらなかったね。で、いくら、いくら。18億か。いや、まあ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 、やば。18億、いいな。テレポートとかも売っていいんじゃない。全部売って、これ全部売っていいよ。ひやちゃんに座れないのことを狙うしかない。そうだね。これ座れたらちょっとショックだね。うん、スカッてしてくれればね。ねえ、あで、あとポイントで買って。そうだね、ポイントで買って、なんか適当に売れば、うん、7500万か。新幹線だね。うん、ダイヤモンド高いよ。いいぞ、いいぞ、これでいいぞ。ワンチャンあるぞ。トピックスだどオバマ。よし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 。なん今こいつ太もも触ってきた。ダイダラセクハラしといた。セクハラされた。俺マネすんなって。やめて、頼むハウス。ボズ君に言ってくれ。お任せで。はい、来い。ボズ、ボズ、どれ、どれ、ボズ、あ、ボズ、こっち来ただろ。あー、レオだよ。マジか。あい、少ない、少ない、少ないな。でもレオがこれでゴールすればゴールつけねえんだけど。次、1、2、3、4だね。あ、おや、あれ遅えよ。遅いんだけど。遅いんだけど。遅いよ。バルルン、バルルン、やっとバルルン出たよ。バルルン、バルルン、マジか。遅いよ。普通これ3年目とか4年目出てくる。いや、てか1年目で下手すら出てくるよ。出てくる、出てくる。マジか。もっと早くてよかったな、バルルンは。ずっとみんなでバルルンとか言ってたのに。バルルン、バルルン言ってたのに。ルキアちゃん、バイバイ。そう、バイバイだね。お疲れ。バイバイ。ありがとう、ルキアちゃん。バルルン、バルルン。シアゾーじゃないと変身したくないって。お気に入りだもんな、確か。そうだね、お気に入りされてる。お気に入りじゃん。だからいつも俺なんだよね、被害に遭ってんの。俺ばっかなんだよね。確かに。ハリケーンも被害あった。ボンキングボンビー2回被害に遭った。バルルン3億でも赤字で終わらなくてよかったじゃん。そうだね、うん、だいぶ。そこだけね。だって、ま、マイナス何億とかで終わるやつ信じられないんだけど。そういうこと言うなよ。頭おかしくない。あ、どうぞどうぞ。頭おかしくない。マイナス何億とかで終わるやつ。ここに負け惜しみ言ってるみたいなねえ、もう今負けたからってさ、過去のことほじくり返してもくそあ、これで終わり。くそーして終わり、終わり、終わり。ターンエンド。俺結局目的聞けなかった。鴨川行こう。あ、最後20億か。そうだね、20億使って黄金風呂使って、はい、終わりだね。終わりましょう。はい、ということで10年決戦を終了。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。そうだね、楽しかったね、本当。楽しかったね。じゃあちょっと結果見ていきましょう、ゆっくりと。果たして誰が勝ったのか、ね、いや楽しみだな。いや俺だよいや俺だよ。一番は1位。一番俺だよ。さあ、激動の桃鉄市ですからね。1年目レオ社長、あ、すごい、一番乗り。よろしい。あ、1億5000。そうだ、あったね。あったね。お、レオが最初強かったね、やっぱ。ハリケーンボンビーやったね。最初俺を生ハゲにそう言われてやられた。わしはどうだな、夢にして、キングボンビー。あったな。やったね、ほんと。シュルキジ7億。7億取られましたね、ほんと。やっぱり初登場。初登場。そして10年目。はい。閉まらねえな。閉まらねえな。くそー。途中スカスカだったね、なんかうんこばっかり。そうそうそう、うんこしかなかった。うんこの歴史が刻まれて。激動のうんこしたから。激動のうんこだね。いや、どう、銀河鉄道、イエローカードで行く。そう。あれ、最悪だった。むしろあれも勝負の分かれ目感あった。そうだね。いや、でもね、いいよ、見せ場あったよ。あったね。あった。あんなんなるんやな。いや、一番だよ、俺は。衝撃だわ。一番だから。確かにね。俺も初めて見たわ、あれは。なんか銀河鉄道があんなに黄色く染まってるなんてことあったんだね。うんこ色にね。うんこ色にね。いや、一番だ。一番印象的だったのはぶっ飛びでキングボンビに重なったやつかな。ああ、そうだね、あれが一番の印象だな。あれ、ヒヤちゃん持ってたよ、本当。あー、くさ。あー、くさ。くさ。ヒヤゾクサ。ヒヤゾクサ。サイクロン。さ、ここだよね、問題は。サイクロン。レオか。多分俺3位の気がする。俺かもなって思ってたよ、やっぱ。そんなないでしょ。
俺稼いでないんだもん、ね、まあダイヤ、ダイヤがあったからね。いやダイダラだと思うけど。あ、レオだ、レオ、レオ3位だ。じゃあ俺が3位、レオさん、レオさん、レオさん、はい、どうもどうも、レオです。ってことはつまり、つまり、つまりですよ、ダイダラが俺優勝だな、これ。いやー、チャンネル主がやっぱりね、やっぱチャンネル主持ってるからな。ちょっと手違いで投げるかもしれんで。チャンネルオーナー強いもんだって。あーダイダラがーということで負けたやんけ。はい、はい、2010年、超久しぶりに4人で会って、ボツ丸さん、ありがとうございます。おめでとう、よっ、ハゲ社長、さすが、よっ、ハゲ社長、ほんと最初の5年何もなかったのに、ね、ここまで早かれたのは頑張れたのに、いやーよかった。いやありがとうございます。すごいね、これ最初から、ね、最初から見てくれた人はね、まあね、多分びっくりしたね、ほんと。でもすごいな、3人100億いくんだ。ヒヤゾウだけなんか少ねえ、ヒヤゾウ社長少ねえ。よう分からん展開だったな。10の位すっ飛ばしてるのかな。いや一番人気だったヒヤちゃんがビリだからね。そうそうだよ、マジで。いやでもいい勝負だったね、なんかいい感じだね。これもうあと数年長かったらダイラ全然まだあの資金でな、あの数年来てたし、逆転可能性だったけど、あったし、あのね、今ツイッター見たらね、ビンゴで当たってる人がいる、これ順位。ほら本当だ、当ててる人いる、ほらビンゴ。あーすげー、ツイッターのリプライで全くそのままじゃん、全くそのままでビンゴ当ててきた人いた。あの本気で順位を考えた人が、そう、もう開始前に4連単してる。そう、やばくない。すげー、最終収益こんな感じでした。ありがとうございます。良くないんだ。おお。2桁足りないよ。足りないね。まあ、全員組むだけマシだと。みんな2桁足りてない。やばそうです。みんなに。配当いくらですか。すげえな。桃鉄ダービー。ああ。よくわかるね。桃鉄ダービー面白そうやね。ボス君、そう、桃鉄なんかね、桃鉄で順位予想して当たった人にはみたいな。ありだよね。面白いなんか。これちょうどこの中間あたりまで全部平面だったからね。ああ、5年目までね、順位が。そっからもううなぎ登りや。いやじゃあずっとなんか最初良かったけど、もう一回落ちたら上がったわけじゃないじゃん。そうそうそうだね。もうね、下に落ち始めたらもうダメだね。チャリソーだったらいい感じでちょっとジャンプするぐらいの。チャリソーやりやすそう、これ。チャリソーありそうな。マイナスに行かなかったね、今回。本当誰も。誰も行かなかったね。なんか面白くないね、そこ。そうだね。3年切って。なんか割とチープだったよ、今回。そう。いや、でもみんなだって、うなぎ登りだったもん、調子が。ボンビーがあんまりね、仕事しなかった。そう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 。やっぱりね、カード域が最強ですよ。強いの、確かに。カード集めてね、ほんと。見てこれ、この被害さ。26回。やばいよね、なんか。やばいな。ヒヤちゃんすごいな、ね、いやでも何がすごいかって、レオはキングボンビーもハリケーンもエアプレーンも全部ゼロだからね。そう。てかね、今まで初めて。見て、おかしいよ、貧乏神食らった回数さ、ダイダラ、ボズ、レオ3人足してようやく俺と並ぶから、ね、そうだね本当だ本当だ。そう、ハリケーンボンビーもボズ、ね、ダイダラ足してようやく俺に並ぶから。3対1だったか。あそうね、トライアル VS ヒヤトだったね。結果くっさー、もっかいもっかい。いやでも次3年決戦でやりましょうか。ちょっとリベンジします。まあ、とりあえず10年目は私が勝った。そうだね、ありがとうございます。お、新記録作ったって。へぇ、ボズ社長で、一旦ゲーム終了で。あ、一旦ゲーム終了、一旦そうだね、ゲーム終了して、これでマイナスじゃない日だとすごいな。そう、マイナスがほとんどなかったもん、みんなね。もうすごいね。やっぱマイナス68億って偉大だよね。偉大だわ。いや、偉大だね、あれね、狙ってできない。狙ってできないよ。あれ3年だっけ。3年目でなって、あれ逆にすごいもんな。すごいすごい。じゃあ一旦ちょっと小休憩挟む、ね、ちょっと小休憩挟む、一旦休憩しましょう。はい、皆さんちょっと休憩しててください。お疲れ様です。じゃあちょっとこの枠のまんまで止めとく、全然喋っとくんで、はい、つけっぱなしでどうぞ。はい、お願いします。お疲れ様です。